まあね、すっかり夜も更けてまいりました。時刻はただいま6時半ぐらいでございます。いや、なんだろうな、気温自体はまあ東京と変わんないからそんなに厚着してこなくてもね、まあ、大丈夫だったような気がするな。逆になんか暖房とかめちゃくちゃ効いてるから、あ、もう本当にね、のぼせちゃってたのかな、さっきまでぼーっとしちゃっててね。これは自律神経おかしくなりますよ、確かに。まあ、ということで、今からね、ちょっとその、チャールズ市場とかですかね、前回、僕行こうと思ってたんだけど行かなかったんで、ちょっとそちらの方にね、向かってみたいと思います。ただいまね、ジャガル地域の人たちしました。はい、国際市場方面はですね、こちら3番ホームですね。ジャガル地の3番出口出てまいりました。あー、とりあえずなんかビール飲めそうなとこ探しますかね。그러니까가편이있었던게아아れは牡蠣を目当てにしてるんだな。すごいな、これ。前来た時行くとよかったな。いや、これはなかなかすごい。あ、いっぱいあるね、なんか食べれそうなところね。へえ、こんなテントのカフェもあるんだ。占いボックスか、ちょっとやってみようかな。韓国人で占い好きなのね、なんか。知らなかったな。あ、今日土曜日の夜ってことで、多分ね、遅くまでやってると思うんだよな。今6時半ぐらいなんですけど、まあ20分ぐらいプラプラして、良さげなところがあったら入れればいいかなと思います。ここはあれかな、立ち食いゾーンに入ってきたのかな。はい、またバイク突入でございます。あー、こういうのないよね、今の日本だとね。さて、何を食べようかな。なんとなく雰囲気は分かりました。元気なアメ横って感じですかね。昨日アメ横行ったけどなんか元気なかったもんな。すごい違和感感じるのがね、日本人観光客があんま見ないですよね。はい、入りましたよ、やった。なかなかハードル高かったんだけど、なんかね、おばちゃん呼んでくれたんでね、入りますからということで入りました。はい、今ね、後ろの、ね、屋台でね、1軒目完了しました。いや、さっきまでね、マジでね、なんだろうな、なんか自律神経おかしくなってるなと思ったんですけど、酒のね、力偉大ね、治っちゃった。もう昼から酒飲んどきゃよかったな、本当に。じゃあ、2軒目行く前に占いでもしてみますかね。これ絶対にこれ日本式の居酒屋なんだろうね。あ、とんかつ屋さんなのか。すごいね、日本式の居酒屋さんはめちゃくちゃ人気あるんだね。
日本語できますってところあった。はい、今あの余興で占いしてもらったんですけど、あなた一昨年ぐらいまでひどかったわねって言われてドキッとしましたね。去年ぐらいからちょっと良くなってきてるんですけど、それも当てられました。ドキッとしましたね。でどこでも言われるんですけど、あなたずっと仕事してるからお金に困んないわよって、そういう意味でお金困んないのねと思って、仕事は死ぬまでやってるみたいですね。それはあの全国津々浦々どこの占いでも言われてますんで諦めてます。そうだな、何食べようかな。ちょっともうワンパンチ欲しいんだよな、飯。もう一回ソニアの方戻ってみるか。多分向こう戻ってまだ9時ぐらいなんで、多分ギリギリ飯は食えると思うんですよね。ちょっと行ってみましょう。はい、そして先ほどね、昼ご飯食べたソニアの方にね、まだ戻ってきたんですけども、ジャガールズと違って、全然人いないね。なんか一応ここが一番の中心街って言われてるんですけどね、まだちょっと奥に入ったらまたあれなのかな、正直言うともう一品ぐらい食べたいんだよな。意外と夜早いな。ジャガルチの子の方が勢いがあるのかな。そうだね、店とか全然ないもんね。はい、今ね、屋台のところで最後の今日のご飯を食べると思います。7人前なんだけどこれ多いよね、量。はい、ただいまね、釜山駅の方に戻ってまいりました。いや、今日はなんかね、いまいち消化不良でしたね。なんだろう、やっぱ寒暖の差に完全になんかこうやられちゃったっていう感じで、なんかずっとなんかね、体がね、ポポポしてるんですよね。で、かといってじゃあ熱あんのって言われるとね、僕あの、これ旅出るときに必ず体温計持ってきてるんですけど、35度9分と36度1分なんですよね。だから本当になんか、簡単それな感覚がよくわかんなくなっちゃってる。典型的なパターンに今回ハマっちゃったんで、すごいね、残念。ほぼ3年ぶりにね、やっぱ釜山来て、韓国、そうね、3年ぶりに来てね、これかーって感じでしたね。その辺はすごくね、ちょっとね、消化不良だったかなと思います。で、やっぱりね、あの、ジャガルチの方の方がなんとなく盛り上がったかな。ちょっとソミョンの方はなんか静かだったんじゃないかなっていう感じはしました。で、あと、やっぱね、釜山といったら平雲でね、あの、海岸がある平雲の方が遊びが全部揃ってるっていうところで、まあ、おそらくあっちの方に行けばね、まだまだ盛り上がってんじゃないのかなと思うんですけども、もういい加減ね、私もね、おじさんでございますので、そんな若者がね、たくさんいるところに行くと疲れてしまいますので、私はね、今日はこの辺で終わりたいなと思っております。いや、ちょっとコンディションのいいじゃね、なかなか難しいですね。まあ、釜山とか韓国はまあ近いので、またね、こんな国内旅行のような海外旅行をね、またしに来ればいいかなと思っております。まあ、土日使ってね、一泊二日でも全然来れちゃうので、まあ、私みたいにね、まあ今日土曜日なんですけど、まあ明日日曜日に帰ってね、まあ明後日からまた仕事っていうパターンで、ここはね、全然、旅はできますので、またね、次回リベンジしたいと思います。まあでも、楽しかったですけどね。ただ相変わらずこの国は僕はなんかすごくね、あの、立ち位置というかですね、なんかこう、いろいろ難しいんですよね。で、今日ちょっとカメラ回してないところが多かったんですけど、必ずね、あの、こんにちは、アニマスエフォーズって入るんですよ。本当ね、そうしないとね、あの、本当に最初から最後までハングリーで来ちゃうのよね。観光客って一発で分かれば、割と観光客扱いしてくれるんですけど、僕ね、韓国来るといつもね、大変なんですよ。なんか、顔は、僕はめっちゃ日本人だと思ってるんですけど、なんかどうもこっちの人はそうは思ってくれないらしくて、ハングルで割ととつられることが多いので、結構大変なことが多いです。